神々が世界を作りたもうたばかりの時代、この世は三つの種族が治めていた。すなわち人間と魔族と言うた。今でこそドラゴンはモンスターの一種とされているが、昔は人間以上の知識を持ち言葉を操る者の方が多かったのだ。だがこの三つの種族は世界の覇権をめぐって血で血を洗う戦いを続けた。それを疎ましく思った神々は考えた。この世界を粛清する者が必要だと。竜の神と魔族の神と人間の神は集まって話し合い、ある結論に達したのだ。それは竜の戦闘力と魔族の魔力と人間の心を持った究極の戦士を生み出すことだった。それがドラゴンの騎士だ。いずれかの種族が時として野心を抱き世界を我が物にせんとしたら、それを滅ぼし天罰を与えるのがドラゴンの騎士の使命なんだ。そしてこの私こそこの時代ただ一人の真のドラゴンの騎士だ。だが本来この世に一人しか生まれぬはずのドラゴンの騎士一族にも例外が起こった。それがお前なのだ。お前の力が欲しい。私の部下になれ。今こそドラゴンの騎士としての使命に目覚め、私と共に人間を滅ぼすのだ。俺に部下になれだって、人間を滅ぼせだって、ふざけるな。ふざけてなどおらん。それこそが本来のドラゴンの騎士の務めではないか。いやだ。俺は誰が何と言おうと人間の味方だ。アバン先生の命を奪った魔王軍の手下なんかに死んでもなるもんか。ディーノなんて呼ぶな。俺の名はダイだ。じいちゃんからもらった俺の名前なんだ。俺は魔王軍と戦う勇者ダイだ。そうか、分かった。まだだ、まだだ。何をするつもりなんだ。どうしたんだ、紋章が勝手に。
デルムリン島に住む勇者に憧れる少年ダイは、育ての親の鬼面道士ブラスの下で魔法使いとして修行する日々を送っていた。ある日、世界に一匹しかいないと言われる幻の珍獣、ゴールデンメタルスライムのゴメちゃんを狙い、偽勇者がやってくる。憧れの勇者の登場と勘違いした大興奮のダイは、偽勇者たちに騙されゴメちゃんを奪われてしまう。しかしダイは戦場でロモス王を欺き、ゴメちゃん捕獲を報告する偽勇者たちから無事にゴメちゃんの奪還を成功させる。勇敢に戦うダイの姿に心を打たれたロモス王は、ダイを称え覇者の冠を授けるのだった。しばらくして賢者になるための儀式を受けに来たというパプニカ王国のレオナ姫、お月の司教テムジン、賢者バロンがやってくる。何でも思った通りに発言するレオナに、当初は反感を抱いたダイだったが、行動を共にするうちに打ち解けていく。しかしテムジンとバロンは、己の欲からレオナを裏切り抹殺せんと画策する悪人たちだった。彼らの差し向けた魔のサソリを撃破したダイ。しかし敵たちはさらなる脅威、キラーマシンでダイたちに襲いかかる。テムジンたちに対して爆発した怒り、レオナを救いたいという強い思い、それらの感情とともに発言した謎の紋章の力でダイはレオナを救い出す。無事に儀式を終わらせたレオナは、ダイと再会の約束を交わし島を離れた。さまざまな事件を乗り越えたダイ、しかし平穏は長くは続かず、さらなる騒乱が待ち受けるのであった。いつものように島のモンスターたちと脳を駆け回っていたダイ。しかし突如としてモンスターたちが暴れ出してしまう。ダイは急いでブラスの元へ向かうが、ブラス自身も正気を失い暴れ出しそうになっていた。ダイの呼びかけで正気を取り戻したブラスは、魔王が復活したのだと告げる。ブラスはこのままではモンスターたちがダイを殺してしまうと話し、ダイを島から逃がそうとする。しかしダイは島のみんなを置いて逃げるのは勇者のすることではないと訴える。その通り、いいことを言いますね君は、ダイ君。まあこの場は私に任せてください。ほー、邪なる威力よ、退け。魔法カトール。申し遅れました。私アバンディ・ジニュアール3世と申します。勇者育成業、平たく言えば勇者の家庭教師をやっているものです。勇者の家庭教師？はい、正義を守り悪を砕く平和の使徒、勇者、賢者、魔法使い、彼らを育て上げ超一流の戦士へと導くのがこの私アバンディ・ジニュアール3世の仕事なのです。これは弟子のポップです。現在魔法使いを目指して修行中の身であります。アバンはダイたちへ魔王が再び現世に復活したと告げる。そしてアバンはパプニカ王国の王家からダイを一日でも早く真の勇者に育て上げてほしいと頼まれたのだと語った。ダイはアバンから1週間で勇者になれるスペシャルハードコースを受けることを選び、
厳しい修行を開始する。修行初日から巨大な岩を割ろうとしたり、アバン流基礎訓練、格闘訓練、魔法訓練をこなすなど、真剣に修行に挑む大。訓練で最大限まで疲労したことで無駄な動きがなくなり、朝に割ることができなかった巨岩を割ってみせるなど成長していく。2日目の修行ではアバンの必殺技アバンストラッシュを得得するため、アバン流刀殺法の初歩大地斬をもマスターする。そして修行開始から3日目。一体どんな修行をするんですか？簡単です。私と戦うのです。ただし、私はある魔法で君を攻撃します。ですから、君もそのナイフを使って構いません。たった今から私の皮膚は、鉄よりも硬くなってしまいますからね。では行きますよ、大君。ドラゴラム！ありとあらゆるモンスターの中でも最強の力を持つ種族ドラゴン、それと互角以上に戦えなくては真の勇者足りえません。さあ来なさい、ダイ君。今日は厳しくいきますよ。ありとあらゆるモンスターの中でも最強の力を持つ種族ドラゴン、それと互角以上に戦えなくては真の勇者足りえません。さあまずは肩慣らしといきましょう。目さん、足に成長だ。教えがいがありますね。さて次も張り切っていきましょう。全くカッコ悪いですね。地震だ。いや違います。この振動は何者かが島の魔法陣を破って入ってこようとしているのです。だが波のモンスターでは一歩たりとも立ち入れぬはず。まさか。貴様の魔法陣にはなかなか骨を折らされたぞ。やはり復活していたか、魔王ハドラ。久しいな、勇者アバン。かつて貴様はこの俺の野望をことごとく打ち砕き、あまつさえ我が命をも奪った。そうか、勇者アバン。その昔魔王に戦いを挑み、これを倒して世に平和をもたらしたという伝説の勇者の名がアバンじゃった。まさか先生が魔王を倒した勇者だったなんて。あれが貴様の弟子か。聞けば勇者の家庭教師などと抜かして正義の戦士を育成しているらしいな。無駄なことよ、イオラ。魔王のお前自ら出向いてくるとは、考えようによってはちょうどいい。この場でお前を倒し世界の暗雲を晴らしてやる。ベギラマー。
何の真似だアバ。ギラとイオの呪文はこの俺の最も得意とするとこ。この程度の炎で俺を倒せるとでも思ったのか。本当のベギラマとはこういうものを言うのだ。ベギラマ開発案。凄まじい威力だ。以前戦った時よりもはるかに強くなっている。なぜ？知りたいか。知ればきっと後悔するぞ。貴様は相変わらず俺が魔王だと思っているらしいからな。どういう意味だ？俺はあるお方の力で再びこの世に蘇ったのだ。以前よりも強靭な肉体を与えられてな。何者だそいつは？大魔王バーン。貴様に敗れた俺を蘇らせてくださった偉大なる魔界の神だ。今の俺はバーン様の全軍を束ねる総司令官、魔軍司令ハドラーだ。大魔王バーンこそ我が主君にして全知全能の魔人。いかにあがこうとももはや貴様ら人間では太刀打ちできん。アバン、覚えているか？15年前のあの戦いを。あの時と同じ言葉を今一度貴様に送ろうではないか。俺の部下になれ。そうすれば世界の半分を与えてやるぞ。断る。お前に情けなどない。もしはいと答えてもいずれは私の命を奪うだろう。それに世界の半分を与える権力があるとは思えん。大魔王の使い魔になり下がったお前にはな。なんだと？使い魔？貴様、この俺を大魔王の使い魔と抜かしたな。もはや生かしてはおかん。弟子の見ている前で灰にしてやる。くらえ、イオナズン！アバンストラッシュ！さすがはかつて我が命を奪った王儀アバンストラッシュ。大した威力だ。だが蘇った俺の魔力にはわずかばかり及ばなかったようだな。先生、やめろ！そんなに死に急ぎたいのか、アバンの弟子よ！貴様らなど問題にならんわ。死にたくなければ引っ込んでおれ。何？血？バカな！あんなガキの剣がこの俺に流血をもたらしたというのか。気が変わったぞ。やはりアバンの弟子は一人たりともこの世に残してはおけんわ。皆殺しにしてやる。その通り。いいことを言いますね、君は。大君。
大丈夫ですか、みんな。よかった、ベリーナイスタイミングでしたね。敵は私の想像をはるかに上回る存在でした。今の我々の戦力では勝てません。だからこそ奴だけは、魔軍司令ハドラーだけは私がこの場で倒します。そしてダイク、ポップ、あなたたちの手でいつか必ず大魔王バーンを倒してください。まさか先生死ぬ気じゃ。アストロン、これはアストロンじゃ。体が鋼鉄の塊となり、あらゆる攻撃を跳ね返してしまう高等防御呪文じゃよ。これならみんな安全です。そこで私の最後の戦いを見守っていてください。最後だなんて、やっぱり先生、こんなのやだよ。俺も戦う、先生と一緒に。それはアバンの印、卒業の証だ。私が一人前と認めた生徒に渡すものです。ダイク、君は素晴らしい素質を持った少年でした。修行が3日で中断してしまったのは残念ですが、もしあと4日間続けていたら、君は間違いなく勇者になれたと思いますよ。だからこれを授けます。あとは自分で修行を続け、真の勇者になってください。ポップ、やだ、やだよ先生。元勇者だかなんだか知らないけど、なんでそんな無茶をするんですか。勝てない相手だって自分で言ったじゃないですか。勝てない相手だからこそ命を懸ける必要があるのです。それにね、ポップ、やっぱり修行で得た力というのは人のために使うものだと私は思います。いつかあなたにも必ず分かる日が来ます。だからその時のためにこれを預けておきましょう。先生、大丈夫、私は絶対に負けませんから。勝負だ、ハドラー。死ねー、アバーン。呪文？バカな、貴様の魔法力は尽きていたはず。この呪文はほとんど魔法力を使わない。その代わりに己の全生命エネルギーを爆発力と変えて敵を撃つのだ。まさかこの呪文は。やめろ、やめるんだ。死ぬぞ、貴様も死ぬんだぞアバン。それでいいのか。ポップ、ダイ、あとは頼みますよ。メガンテ、己の命と引き換えに仲間の命を救う最後の破壊呪文を使うとは。アバン殿、あなたという人が。先生は命を懸けて俺たちを守ってくれたんだ。先生、先生は。やはり衰えたわアバンめ。自らの命を懸けたメガンテでもこの俺にとどめを刺すには至らなかった。これでもう恐れるものは何もない。魔王軍の天下だ。今々しきアバンめ、貴様らアバンの弟子どもも
この場で根絶やしにしておかなくてはな。俺のメラは地獄の炎、相手を焼き尽くすまでは決して消えん。こいつを放っておけば、貴様らはアストロンが溶けた瞬間に黒焦げだ。先生は俺たちを助けるために、生き残らせるために死んだんだ。ここでやられちまったら、先生は何のために命を捨てたんだ。俺のこの命は先生からもらった命なんだぞ。やっ、さあ行こう。なんだと、こいつアストロンを自力で破ろうというのか。アストロンを破った。小僧、焼け死ね。メラゾーマ巨大。こんな俺の炎が。おのれ、こうなったら我が剣で撃ち殺してくれるわ。なんだこの力は。バカな。ドラゴンの紋章だと。こんなガキがドラゴンの騎士だとでも言うのか。ありえん。よくも、よくも先生を許さない。こんなガキがドラゴンの騎士だとでも言うのか。ありえん。よくも、よくも先生を許さない。図に乗るな。とりあえず、こんなはずはない。いかにメガンテで受けたダメージが大きいとはいえ、いかに相手がアバンの弟子だとはいえ、こんなガキに俺様が押されるはずはない。ありえん。先生の技がどれだけすごいか受けてみろー。
バーン。小僧め、忘れんぞこの屈辱と貴様の名は。必ず殺してやる。ダイ。おお、ダイ、大丈夫か。じいちゃん、ゴメちゃん、ハドラは。残念ながら逃げ帰ったようじゃ。君らの翼を使うのが見えたわい。え？先生、先生。行くのか、ダイ。うん。すまん、わしもついて行ってやりたいのじゃが、この島を一歩でも出てしまったら、わしは魔王の手先になってしまう。平気さ、じいちゃん。この島でみんなと待っててよ。俺が必ず大魔王を倒してやるからさ。ポップは？泣き疲れてまだ眠っとるよ。よほどショックだったんじゃろうな。じいちゃん、ポップのこともよろしくな。うん。先生、待ってよ先生。俺を置いていかないで先生。ポップ、修行で身につけた力を人のために使うのですよ。先生、ダメだ。アバン先生、先生。ここからならロモス王国が一番近い。北へ向かってまっすぐじゃ。うん、まずロモスの王様に会いに行くよ。それからパプニカだ。じゃあみんな元気で。ダイ、ふざけんじゃねえぞ。俺を置いていこうだなんて。ポップ、よし出発だ。大魔王を倒すためデルムリン島を出発したダイとポップ。海を渡った後、彼らはロモス王国を目指してとある森へ足を踏み入れていた。
さあ始めようぜ。ポップ、任せとけって。やっとっていや、やってとー、とってっていや、やってとー、そりゃやっとっていや、てやってとー、やっ、大破壇とやっ、よし、頑張るぞ。たっ、たっ、あっ、たっ、たっ、て、て、やっ、おぉ、たっ、たっ、たっ、あっ、かっ、あっ、さーてと、ちょっとは頑張りますか。やっ、さあ、行こう。よし、行くぞ。情けねえ、俺に任せろって言うからついてきたのに、あっちかなこっちかなって迷いやがって。えっ、ミーラ、あのお兄ちゃんたちが助けてくれたのよ。どうもありがとう。私マーム、この森の東にあるネイルの村の者よ。俺はタイ、こっちはポップ。旅の途中なんだ。君って強いんだね。このくらいの装備がないと
この魔の森の近くじゃ暮らせないのよ。あなたたちどこへ行くつもりだったの？ロモスの王宮だよ。王宮ならこの森を抜けたところだけど、もうすぐ日も落ちるし、今日は私たちの村に泊まっていったら？ミーナを助けてくれたお礼がしたいわ。本当？そりゃありがた。なんだよポップ。あんな女に構わずさっさと行こうぜ。王宮のもてなしとちんけな村のもてなしじゃ比べもんにならねえよ。聞こえてるわよ。ご推察の通りちんけな村よ。さっさと行って王宮の夕食にありついたら。ま、ここら辺は夜になると危険なモンスターがうろうろし始めるから、早く森を抜けないとそんな腕じゃ食い殺されちゃうわね。じゃあやっぱり村で。おお、言われんでもこのくらいの森スパッと抜けたるわい。さあ行こうぜダイ。ほら日が暮れるぞ、走れ。よし、行くぞ。そろそろ行くか。
なんだこの声。ものすごい威圧感だ。見つけたぞ小僧。我が名は獣王クロコダイン。魔軍司令ハドラー様が指揮する6つの軍団の一つ、百獣魔団の軍団長だ。ダイ、ハドラー様の命令によりお前を撃つ。死にたくなければ必死で発揮するのだな。魔軍司令様をも傷つけたというお前の真の力を。行こう。我が名は獣王クロコダイン。武人の誇り見せてやる。ダイ、ハドラー様の命令によりお前を撃つ。ものすごい威圧感だ。よーし行くぞクロコダイン。やるな。まるで鋼鉄みたいな肌だ。我ら六大軍団長を見くびるなよ。負けるもんか。行くぞということだ。大変だ。俺がいればこんなもんだぜ。おれ、だけならハドラーより上だ。我ら六大軍団長を見くびるなよ。各々の得意とする技においてはハドラー様を上回る力があるからこそ軍団長を任せられておるのだからな。ポップ、正面からぶつかったんじゃ勝ち目がない。俺が隙をついて攻撃するから呪文で援護してくれ。え、ポップ、そりゃないよ。賢明な判断だな。ザコは逃がしてやる。俺が殺せと命じられたのはダイ、お前一人よ。行くぞ。すまねえダイ、おめえもうまく逃げろよ。あたた、なんだ、ライオンヘッド。あいつは。見つけたぞ小僧。